それではですね、並列分散処理基盤の今と題しまして、私、NTT データの山崎から発表をさせていただきます。よろしくお願いいたします。こちら本日のアジェンダとなっております。まずですね、並列分散処理って何かという話をした後に、我々の考えるですね、基盤の構成する要素であったりとか、実際の活用例などを用いながら少しご説明をさせていただきます。はい、最初にですね、少し自己紹介させていただきます。 私現在 NTT データの技術革新統括本部というところにおりまして、まあ、簡単に言うとその技術を中心にですね、あの案件の支援であったりとか R&D なんかを行っているところになります。もともと弊社にはインターンきっかけで入社をしまして、まあ、その時に本日紹介するようなですね、ハドウ o ッ p とか使ってみて結構面白いっていうのがよくわかったので、まあ、今でもですね、縁あってそうしたハドウ o ッ p だったりとか、 特に最近、この Apache HBase と呼ばれるキーバリューストアのプロダクトがあるんですけれども、そうしたものを中心に現在業務をしております。はい。それでは早速なんですけれども、この並列分散処理って何かという話からですね、一度させていただきたいと思います。この並列分散処理なんですけれども、まあ、名前の通りですね、えっと、複数台のサーバーで分散してデータを蓄積して、その上で複数台のサーバーで並列して処理をするような 手法となっています、まあ、どういったときに用いられるのかといいますと、えー、大量のデータですね、まあ、ビッグデータを数分から数時間ぐらい、あの業務で使ったりとかできるぐらいの現実的な時間で処理をするために用います。まあ、もしこの並列分散処理を用いないで処理しようとするとどうなるのかっていう話なんですけれども、まあ、そもそもです、ね、データのサイズ的に1台のサーバーで抱えるのが難しいとか、まあ、特殊なサーバーを買わなきゃいけなかったりとか、 あのデータサイズ自体は何とか持ちきれるんだけれども、処理しようとするとこう1日2日かかってしまったり、実際仕事でそういった1日前、2日前のデータじゃなかなか使い物にならんみたいなところで、現実的な時間での処理ができなかったりとします。まあ、そうした問題を解決するためにですね、この Google の GFS や MapReduce の論文を元にしたえーオープンソースの実装としてこの、アパッチ Hadoop が登場しています。 まこの分散処理のフレームワーク、何が得られるのかっていうところについては、また後ほどご説明をいたします。はい。で、こちらですね、あの、初期の h a d o o p なんですけれども、もう h a d o o p が登場してから結構時間が経っていまして、まあ、最初の頃っていうのは、こうしたテラからペタバイト級のデータに対して、まあ、数時間から1日かかるかからないぐらいの中で処理をするっていう、こうした純粋なバッチ処理向けに、h a d o o p の適用領域っていうのが当てられていました。 一方でですね、あの、レイテンシーの低い分とか秒とかのデータであったりとか、あのデータサイズとしてもこう1台に収まるくらいのデータのものに対しては、RDBMS の領域として、こういったすみ分けがされていました。ところがですね、えー、Hadoop が誕生してから時間が経つにつれまして、まあ、やっぱり高速で Hadoop 処理できますし、もっといろんな用途に使いたいだとか、えー、まあそもそも Hadoop に データを入れるにあたってですね、もっと入れ方便利に使いたいとか、Hadoop から出すときにももっと便利に使いたいとかですね、そういった形で Hadoop 関連の Hadoop エコシステムと呼ばれるプロダクトというのはたくさん存在しています。今、ロゴとしてまあ一例ここに載っけてますけども、ここに入らないようなプロダクトもたくさん載っていますし、一つ一つをですねまず調べて、どういった用途に向いているのとか、 まあ中にはちょっと似たようなプロダクトもあるので、あのどこで何使えばいいんだみたいなところを考えるのだけでもすごく大変なのが現状です。でそこでですね、あの我々としてはこう、えー、こうした Hadoop の中心とした分散処理基盤をですね、どういった組み合わせで使えばいいのか。 また使うにあたって、どんな考え方で使っているのかっていうところを今回ご紹介させていただきたいと思います。あくまでですね、この数あるプロダクトの中でも代表的なものを一部に絞って今回ご紹介をいたします。はい。それではですね、この並列分散処理をの基盤を構成する要素なんですけれども、今回大きく処理の流れ2つに分けてこの後ご紹介していきます。まず1つ目としてはこのバッチ処理と呼ばれるものです。 こちらですね、ビッグデータ活用、黎明期からのスタイルと書いてますけれども、まあ、HADOOP が当初、ですね開発されて、マ、ま、ッ、あ、プリユースのフレームワークで処理をするのが得意とされてきたような処理の流れです。でまあ、まとまったデータを大規模に処理をするというのが、このバッチ処理の特徴でして、こちら図に書いてあります、このデータの生成元からですね来たデータっていうのを1回保存しまして、そのたまったデータをこのまとめて処理するっていうのが、このバッチ処理になります。 どういった用途に使うのかといいますと、長期的なデータをですね、ま,あ、まとめて一回入れといて、この月単位で例えばデータを分析して、活かしたいだとか、もともと従来のシステムでですね、似たような業務の処理を実装していたんだけれども、まあ、データ量が増えてくるに従って、その処理の時間が伸びてきた場合にですね、それらの時間を高速化するといったような目的で用います。 一方でですね、近年利用が進んでいるスタイルの一つとして、このストリーム処理と呼ばれるものがあります。これ先ほどのバッチ処理に比べますと、一つ一つのデータが細かくなっていまして、それらの細かいデータをよりリアルタイムにですね、処理をするといったのがこのストリーム処理になります。先ほどの図と違うところとして、この真ん中に保存をするようなものがなくて、 データの生成元からですね受け取ったデータというのをその都度処理して利用先に返す。もちろんあの一時的な保存はしなきゃいけないんですけれども、来たデータからこう順々にすぐに処理をするというのがこのストリーム処理になります。どういった例かと言いますと、例えばモバイル端末とかですね、携帯とかのログを取りまして、ユーザーのそのタイミングでのリアルタイムな行動を把握して、マーケティングに生かすであったりとか、 えー、もしくは IoT 機器の、まあ、センサーのログなんかを取得しまして、えー、それぞれそのログの中身を見て、えー、この機器もしかしたら壊れてるんじゃないのとかっていうような故障の検知に生かすといったワークロードがまあ,あります。えー、先ほど、ここの真ん中にまあ保存もしないっていう話もしたんですけれども、えー、もう一つまあ特徴としましては、えー、こうしたデータっていうのはですね、バッチ処理の時は事前に入力として、 え、ファイルの形式だったりとか、定まった形式で入力量がある程度決まっていて、それを処理するっていう流れになるんですけれども、こうしたストリーム処理ですと、ここの入力量がですね、よく読めない、あの、時と場合によって変わってくるっていうのが、一つストリーム処理の特徴になります。はい。これらの二つについてなんですけれども、ストリーム処理の方が比較的最近っていう話はしましたが、 あのどちらの方が必ずしも優れているとか、そういうことではなくてですね、業務の処理に応じて、バッチ処理とストリーム処理、これら2つは使い分けていただく必要があります。はい。そうしたまあ状況を踏まえまして、バッチ処理、ストリーム処理、両方に必要な機能を持たせると、こうなるんじゃないかなっていう基盤がこちらになりますま。これ、プロダクトについてはそれぞれ、この後個別に見ていきますけれども、 こちらですね、この上の部分、上半分の部分を用いますとバッチ処理が可能ですし、こちら下半分の部分を用いますとストリーム処理が可能なような基盤になっています。まあ、こうした組み合わせでですねプロダクトを使えるんじゃないかというのが、一つ今回の、えー、ご紹介する基盤になっています。そうしましたら、続いてプロダクトを一つずつ見ていくんですけれども、まずはじめにこのアパッチ Hadoop からプロダクトのご説明をいたします。 この Hadoop なんですけれども、何度か登場してますとり、大規模データを処理するための分散フレームワークです。ポイントとしましては、複数台の,ですねこの汎用サーバー、特殊なサーバーとかではなくて、あくまで一般的なサーバーをとにかくたくさん並べて、全体として大きな問題を解かせるというのが、この Hadoop の特徴になっています。ですので、今までこう1台のサーバーで抱えきれなかったようなですね大規模なデータを保存して、 かつ処理をするといったことが行えるようになりましたで。この大規模処理の並列分散処理のフレームワークって書いてあるんですけれども、そのフレームワークってじゃ何してくれるのというのを少し気になるかと思います。例えば、1台に入りきらないデータで、じゃあそれが入るように100台サーバー買ったとしようとしますと、まあ、実際はです、ね、そのデータを自分で、じゃあ100台、ここにこのデータを置いてとか、 その置いたデータをまた見て、じゃあ、こっちのサーバーでそれを処理してとか、お互いにやり取りをしてとかっていうことを、仮に一からやるんであれば考えなければいけないんですけれども、そうしたところをあの h a d o p が考えなくていいように、ファイルシステムを提供してくれていたりします。あと、こうした大規模な分散処理になりますと、サーバーの台数がですね、1000台とか増えていくに従って、それぞれこうディスクとかの故障が発生する。 頻度っていうのもそれなりに上がってきます。そうすると、その故障の際の挙動とかもまた考えなきゃいけなかったりするので、まあ、そうしたですね、あの分散処理の面倒な部分っていうのをこのフレームワーク化してくれることによって、アプリケーションの開発をする人はですね、そのロジックに中心に開発をすればいいですし、そうした意味でも現実的なコストでこの並列分散処理っていうのを行えるようになりました。 とといったところですねこのデータとすごくシンプルなんですけれども、データの生成元から来たデータっていうのを貯めて処理するというところまで現在ご説明をしました。まあ、あのすごく簡単に見えますけども、ここだけでもですねかなりあのいろんなできることの幅が増えてきています。一方で HADOOP だけではなかなか解決しきれない問題というのも残っています。HADOOP ですとディスクを効率よくですね利用するためにそのサーバーで 自分が乗っているサーバーでディスクの性能を最大限に発揮させるように挙動を動作するんですけれども、その Hadoop でデータを実際に処理するためのマップリデュースと呼ばれる仕組みが、その仕組みの上でですね、繰り返しの処理や複雑な処理というのが少ししづらいというのがあります。 実際はこのマッパーと呼ばれる部分とリデューサーと呼ばれる部分、それぞれ自分で書くことになるんですけれども、それだけ一度書いただけでは業務で使うようなデータの流れとかを実装はできないので、そうしたこのマップリデュースのジョブっていうのを実際にはですね、多段に組み合わせて使うようなケースっていうのがありました。そうしますと、1段や2段であればいいんですけれども、 例えば10段とか100段とかっていうようなマップリデュースのジョブを組み合わせたときに、最終的に欲しいのはその100段後のですね、実行結果になるんですけれども、マップリデュースジョブが1つ終わるごとに1回ディスクにもう1回書いて、次のマップリデュースジョブに受け渡すためにもう一度読み込んで、もう一度書いてっていうようなことをしなければいけないので、少しそこに無駄が発生するといったことが当時の問題としてありました。 でそこで登場しているのがこのアパッチスパークと呼ばれるものです。まあ、スパークについてはですね、あのご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、えー、こちらスパーク概要としましては Hadoop とまあ大きく変わりないところが書いてあるんですけれども、あの共通している部分として汎用サーバーでも動きますし、まあ、そのための大規模分散処理の並列処理フレームワークとなっています。で特徴としまして、先ほどのですね、 マップリデュースで問題としていたディスクの無駄な部分であったりとか、処理の途中で書き出さなくてよいデータを書き出さないで、ディスクやメモリ、CPU などのリソースを効率よく利用するというのが、このスパークの特徴になっています。またですね、スパーク上で SQL SQL の記述が可能であったりとか、あとは機械学習の処理とか、ストリーム処理とかですね。 えっと使うのに便利なライブラリというのが内包されているというのが、このスパークの特徴です。このスパークが登場したことによって、ですね従来、マップリデュースだけではなかなかえしづらかった複雑な処理というのも高速に処理をすることができるようになりましたし、こうした API の利用をすることによって、開発者の目線でも複雑な処理っていうのを簡単に、容易に実装ができるようになりました。 これらの二つを踏まえますと、今のところですね、ここ大規模なデータを一回 Hadoop に貯めて、複雑な処理でも Spark でできるよっていうところまでご理解いただけたかと思います。はい。ところがですね、Hadoop 上に貯めるデータ、データを貯める部分があるんですけれども、この部分というのは、今までのフレームワークの外の範囲なので、まあ、ここでですね、個別に対応をしていくっていう必要がありますし、 ハド o o p 上で例えば分析をするようなデータってよくあるケースだとこう会社内のですねまあ部門ごとに散らばったデータとかをあの横断的に分析したいとかいうケースがあると思うんですけれどもそうした場合にデータの生成元がこういろんなプロダクトに分かれてしまっていてここのですね入力部分っていうのをそのプロダクトごとにあの入力元ごとにいろいろと作ってあげる必要っていうのが出てきます。 そうしますと、ここがですね、個別に対応することは可能なんですけれども、ちょっとコストが高いよねという話があります。そこで登場しているのが、この FluentD や e n b a r k と呼ばれるプロダクトです。これらはデータ収集基盤のミドルウェアというふうに呼ばれていまして、2つの機能としては似ているんですけれども、FluentD の方がストリーム処理に向いているもので、e n b a r k がバッチ処理に向いているものになります。 どちらもですね、データの入力と出力がそれぞれプラグインの形式になっておりまして、入力元と出力元のプラグインの部分ですね、こう付け替えて対応することによって、データソースがいろいろなパターン分かれてきた場合であっても、より簡単に開発ができるようになってきています。これらを用いることによってですね、生成元からのデータの集めるっていうところが、こうして簡単にできるようになりました。 もちろん、今までりあり直接データを流すという部分は可能ですけれども、ここが増えてきた場合には、こうしたものを使うことができるという状態になっています。これまでですね紹介してきたプロダクトを合わせてみますと、こうした流れで、この今ピンクで囲っている部分、処理をすることで、バッチ処理というのは実現可能なのがご理解いただけるかと思います。 一方ですね、ストリーム処理の部分については、まあ、フルエント D でこうデータを受け取って、スパークで処理をできるんだけれども、まだこれだけだとちょっと足りない部分があります。と言いますのも、えー、フルエント D ですね、リアルタイムな情報の収集を行えて、スパークは処理ができるんですけれど、えー、このフルエント D から流れてくるデータというのがですね、まあ、先ほどストリーム処理最初にご紹介しましたが、まあ、流量がその都度わからない状態になります。 Spark もあのスケールアウトは当然できるんですけれども、えーとまあ、その時点で処理できる量というのは決まっているので、もしもその処理量を超えてしまった場合、ですねここから流れてくるデータというのを、えー、とどうすればいいのか分からないといった状況になります。でまたま、1つあたりのデータソースの入力量は変わらなくても、そのデータソース自体がです、ね、たくさん増えるようなケースとかもまあ同じようになります。まあ、そうしますと、当然その処理できないデータというのが発生してしまうので、 もう受け取りきれなかったデータは捨ててしまうとか、あの受け取らないようにするとかですね。まあ、そういったように、あのストリーム処理ですとデータを失ってしまうっていう可能性がありえます。ですので、ストリーム処理をうまくいかせるためには、この間に保存一時的にですねデータを受け取って、保存してあげるようなものが必要になってきました。そこで登場したのが、アパッチカフカと呼ばれるプロダクトです。 これはスケーラブルで高速な分散メッセージングシステムでして、カフカ自体もですねあのサーバーを複数台、複数並べることによってスケールすることができますし、ディスクへの記録などを行いますので、データを失いにくいといった仕組みを備えています。ですので,で、先ほど FluentD からこう一気に流れてきたデータっていうのは、直接スパークで処理をするのではなくて、 このカフカで一時的に受け止めてあげることによってデータを失わずにですね、処理ができるといったことが可能になっています。はい、こちらがその図となっておりまして、えっと、これでまあ最初の構成がついに完成したわけなんですけれども、このカフカを用いられる、用いることによってですね、えー、随時受け取ってきたデータを保存しまして、 そのデータに対して、失わない状態で、スパークで処理が可能になっています。はい。でそうした流れについて今ご説明をしまして、この最初の構成図ですね。上の部分でバッチ処理が可能となっていて、この下ではストリーム処理が可能という状態になりました。はい。でここまで登場したプロダクトについて少しまとめなんですけれども、 まず Hadoop はですね大規模なデータ保存と処理を行ってくれるフレームワークになっています。サーバーをですね一般的なサーバー複数台並べることによって、大規模なデータというのが格納できますし、アプリデュースでパッチの処理が可能です。Spark についてはですね大規模なデータの複雑な処理などができるようになりまして、 さらに付属している API などを用いることによって、より便利に h a d o p 上のデータを使うことができるようになりました。でまた、FluentD や e ンバルクといったミドルウェアを用いることによって、データソースが多様化してきたときにです、ね、データを集める部分、プラグインとして開発することができますので、そうしたプラグインを利用することで、より多様なデータソースへの対応が可能となっています。 最後紹介しましたカフカでは、ストリーム処理など、ですね流れてきたデータを一時的に受信と保存を受け取ってくれまして、その受信したデータに対して処理をすることによって、スケーラブルで、かつですねストリーム処理、データを失わずにデータの処理が行えるといった状況になっています。はい、ここまで基盤についてご説明してきましたけれども、 それじゃあ具体的にどんなことができるのといったところをですね実際の弊社の事例を交えながらご紹介させていただきます。はい、まずはじめにですね今までバッチ処理、ストリーム処理2つで紹介をしてまいりましたのでその流れに沿って説明をさせていただくんですけれどもバッチ処理に関しては大東健太君様の事例をご紹介させていただきます。 ストリーム処理については、このリクルートライフスタイル様の事例とチャットワーク様の事例、それぞれご紹介いたします。はい、まずはじめに大東健託様なんですけれども、えー、大東健託様はご存知だと思われますが、えー、不動産であったりとかですね、まあ、土地の活用とか、えー、そうした、えーまあ、不動産の資料をされている会社になります。えー、当時の課題感としまして、もともと表計算のソフトや簡易データ データベースなどを用いて、データを分析して、運営状況を分析していたんですけれども、この分析が過去のデータ分全部含めると非常に時間がかかってしまって、まあ、そこのデータの分析自体にですね、あの時間をかけていると、当然経営としての判断も遅れますし、そういったビジネスのアジリティが高められないといった状況にありました。そこでですね、h a d ェ p を導入しまして、このデータの分析作業を より高速化することを行っていますまた、データを分析した後により分かりやすい状態にするために、BI ツールなんかも連携させまして、複数の軸での分析や経営の判断につなげるといったことを行いました。先ほどの図として表しますと、こちらになりまして、ちょっとシンプルなんですけれども、データの生成元からのデータというのをこちら、h a d ェ p に1回流して、 これを分析して、最後 BI ツールで可視化するといったことを行っています。あくまでこの画面サンプルなんですけれど、やっぱりあのハードウェア上のデータ、ビッグデータとかとかを分析とかに用いる機会というのは当然多いんですが、まあ、そうした時にですね、こうやって可視化をすることで全然データが見やすくなりますし、あの後々の使いやすさという点でいうと、こういった BI ツールなんかの連携を一つ考えるところ、ポイントとして挙げられるかなと思います。 続きまして、リクルート・ライフスタイル様の利用例をご紹介いたします。こちらは、ですねポンパル・モールでの利用例が1つ上がっておりまして、そのサイトを今何人見ていますよっていうような集計の処理を行っているものになります。あの皆さんもですね買い物をする場合であったりとか、あの何か予約をするような場合だったりとか、ね、こういう情報って見たことあるんじゃないかなと思うんですけれども。 まああのこうした情報が表示されることでですね、やっぱり人数見てる人が少ないものだと、ちょっと買うか迷うなってなりますし、たくさん見てたらこの商品人気なんだなっていうのもすぐ分かりますし、あ,あとはこう後で買おうとかいう場合にですね、いっぱいの人が見てるとこう今のうちに買っとこうかなっていう気にもなりますので、そういった購買意欲の向上なんかにつながっています。この何見てるかの情報をどうやって表示しているのかっていうところなんですけれども、 こちら、の EC サイトのアクセスログを分析しまして、それをストリーム処理で蓄一処理して、過去何人、ここのサイトにアクセスした人が何人いたよというのを表示することで実現をしています。はい、こちらがですねその図に起こしたものになっておりまして、えー、先ほど、生成元のデータ EC サイトの閲覧ログというふうに言いましたけれども、その閲覧ログを一度フルエント D に流します。 でその流したデータをカフカで受け取りまして、カフカからスパークで処理をする、で最終的に EC サイトに表示するといった流れになっています。はい、こちら、ちょっと簡単にアーキテクチャをあの図に落としたものになりますけれども、まあ、実際にはです、ね、ちょっと今小さいですが、AWS 上のいろんなものを組み合わせて実装がされています。 最後になんですけれども、チャットワーク様における利用の例をご紹介します。チャットワーク様ですと、そのチャットのシステムのです、ね、バックエンドとして、今回、HADAP の基盤を利用しています。このチャットワーク様、一つ特徴としまして、当時で,です、ね、20億メッセージを1日で処理をする必要があり、スループット、高スループットかつ低レンテーシーな基盤というのを実現する必要がありました。 また、ですねあの将来的にメッセージも増えていくという見込みがありましたので、まあ、そうした面でメッセージが増えてもいいような拡張性のあるアーキテクチャというのを構築するといった事例になります。はい、こちら、先ほどの図で落とした例でして、まあ、先ほどと少し違うところとしては、ですねこのカフカに流したデータっていうのをまあ一時的に受け止めるんですけれども、まあ、その次、ハドウ o o p 上の HBase と呼ばれるプロダクトの上に流しています。まあ、この間、えーと、ストリーム処理のエンジンとして KafkaStreams も利用していまして、こういった流れで最終的にデータの利用先に届いています。えー、と今回事例としてはですねあの簡単にアーキテクチャをご紹介させていただきましたけれども、それぞれあの外部でもあの公開している事例となりますので、もし詳細気になる方いらっしゃいましたら、ですねこちら引用元の 発表なんかもぜひ参照していただければと思っております。はい、続きまして、この h a d o o p とデータベースといったところで少しご紹介をいたします。えっと、今まで h a d o o p 上でデータを扱うといったところ、何度かあの事例も交えつつ話してきたんですけれども、その h a d o o p 上で扱うデータっていうのは、もともとある程度大きいことが望ましいとされています。 例えばこの下の図ですと、Hadoop 上にですね小さいファイルバラ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 散らばって入っているんですけれども、こうした状態よりも、1つの大きなファイルとしてまとまって載っている方が、この Hadoop のアーキテクチャとしては好ましい状態になります。またですね、Hadoop のファイルって、ラ i トワン o n e s l e a d m e n u といいまして、まあ、こう一度書いたものをいっぱい読むというのは前提としているんですけれども、まあ、こうして書き出したファイルの 中身をこう一部だけ変更するような処理っていうのはできないので、えー、もしそうしたことをしたいっていう場合には、えー、このでかいファイルをえ一度まあ読み込み直しまして、えー、一部を書き換えて、えー、再びこう全部書き出すみたいな処理をしなければいけません。まあ、ここまで聞くとですね、あの先ほどの例えばチャットとかのシステムとかだと、えー、小さいメッセージ、毎回毎回書きたいのに、小さいファイルとしては書けないし、 ちょっと使いづらいんじゃないのって思われる方、もしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、そこでですね、アパッチ HBase と呼ばれるプロダクトがありまして、これ、HD ウ o p 上で動作をするキーバリューストアのプロダクトになっています。Google のビッグテーブルを論文、元にしてまして、この HBase を用いることによって、ですね HD ウ o p 上で小さなメッセージの単位でやり取りをすることが可能になりました。 これどうやってやっているのかと言いますと、HBase 使いますと、受け取ったメッセージというのを一度ですねあのメモリ上に貯めまして、HBase がそのメモリ上にデータを貯めてから、ある程度のサイズが貯まった段階で、徐々に徐々に h d o p 上に吐き出していくといったことを行ってくれます。ですので、あくまでデータのサイズとしてはビッグデータを扱える、h d o p 上のデータとして、大量のデータを扱えるんですけれども、 まあ一つ一つのメッセージのやり取りの単位っていうのはすごく小さく、かつ、0.1を抑えて処理ができるといったことになります。まあ、特徴としましては、こちらの OSQL のデータベースでして、キーバリューの形式でデータを格納するんですけれども、そちら、柔軟なですねテーブルの設計とかも柔軟に行うことが可能です。 はいでえー、実際に HBase でデータを入れるってどうやるのかっていうイメージなんですけれども、HBase、えー、データをやり取りするための API というのが非常にシンプルなもの提供されています。えー、put や get、delete、scan と今回並んでますけれども、えー、こちらですね利用して実際にはデータをやり取りすることになります。まあ、例えばこのキーのデータ1から4まで、えー、データベースに投入したいといった場合には、 このキーとバリューをそれぞれ指定して、都度プットしてあげることで、データベース上にデータが溜まっていきます。一方でですね、取り出すときというのは、キーを指定して、そのキーについているバリューというのが取り出すといった流れになっていて、この、大まかに言うとこの処理の流れでですね、データのやり取りを行うことになります。 で特になんですけれども、この取得するときとかです、ね、まあ、データを投入する際もなんですが、このキーが非常に重要な役割を持っていまして、このキーの作り方によってです、ね、あのデータの配置とかが変わってきます。ですので、このキーを設計する、どういった形でこのキーを作るのかっていうのが、1ベースを利用した際の一つのアプリケーションとして考える重要なポイントになってきます。 でもう一つ、ですねこの h b s 利用して使える API っていうのが、今回この4つになっているんですけれども、例えばさっきのチャットみたいなシステムだったら、メッセージがやり取りする流れっていうのが想像しやすいかと思いますが、ほ、まあ、他の場所にですね実際に使うってなると、ちょっと使いづらいなって感じられる方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。 そこでですね、まあ、今回の HBase に限らずなんですけれども、Hadoop 上で SQL を利用できるプロダクトっていうのが、まあ、いくつか存在しています。まあ、やっぱりあのアプリケーションを書く上でデータを使うんであれば SQL で書けるか書けないかっていうのが一つ大きな違いになっていまして、まあ、そうした SQL-on-Hadoop と呼ばれる、えーまあ、ミドルウェアがまあいくつもあります。 この左下に載っています Apache Phoenix と呼ばれるものは、今登場した、ね、HBase 上でのデータをこう SQL ライ e に実現するようなプロダクトになっています。Hive は Hadoop 上のデータをです、ね、SQL で扱いまして、先ほど登場した Spark なんかも SQL での技術可能となっています。あとは Impara と呼ばれる SQL のプロダクトもあります。 まあそれぞれあの SQL で書けるっていった点はえある程度共通しているんですけれども、得意とするワークロードがあったりとか、フェリックスで言えば HBase を前提としていたりとか、例えば Spark だったらその機械学習とかのライブラリも豊富についてますし、そうしたどういった処理をしたいのかっていったところと、その下回りのデータ構造とですね、合わせてまあどれを使うのかっていうのをこれは選ぶ必要があります。 まあですので、この一口の SQL を n Hadoop と言いつつですね、この辺の下回りの見極めというのも非常に重要になってきます。はい。今までですね、いろいろとプロダクトについてのご紹介をしてきましたけれども、最後に大規模並列分散処理を使いこなすために、ぜひ気をつけていただきたい点というのを何点かポイントでご紹介させていただきます。 こちらはですね、大規模並列分散処理を使うためなんですけれども、従来のシステムと、やはりあの1台で、1台、2台で収まるようなシステムと、100台、1000台使うようなシステムっていうのは、そもそも基盤の考え方として異なっている部分っていうのがあります。ですので、そういったですねこの並列分散処理という分野においての勘どころっていうのを抑えた上で、えで、利用を考えていただくということが非常に重要です。 あの、今までですね、大量のデータさばいて、かつ高速にさばけるんであれば、データのサイズとかそんなに気にしなくてもいいじゃんとかって思われる方もしかしたらいるかもしれないんですけれども、そうではなくてですね、この並列分散処理という分野のねえ特徴というのを押さえていただいてから、利用を検討していただきたいと思っております。はい、この3つについてですね、この後もう少し詳しくご紹介をいたします。 まずはじめにデータの処理量多いところ、処理量やデータ量が多いところで利用するといった点になります。こちらはですね、ハドウィ p プ、スパーク、今まで紹介してきましたけれども、まあ、その高速で処理ができるから、じゃあ小さいデータもより早くできるんじゃないかって言われると、まあ、必ずしもそうとは限りません。あの逆に少なすぎるところで利用してしまうとかえって遅くなるっていうケースもありえます。まあ、ですので、 今まで我々の経験のとしてなんですけれども、その1台のサーバー上で動くような、あの従来 RDBMS で解決できるようなデータの量であれば、その RDBMS で、えー、とシステムを組んでいただくという方が、えー、推奨できるかなと思います。まあ、一方で、ですねその1台で収まりきらなくなって、あの複数台に分割するような必要があるもの。 くらいであれば、Hadoop や Spark なんかを利用していただくと、あのより高速にですね、あの実現が可能になってくるというふうに思いますので、まあ、ぜひこちらポイントとして押さえてください。2点目ですね、性能はサーバーの台数で調節をするといった点でして、Hadoop や Spark ですね、スケールアウトという仕組みを備えています。 例えばなんですけれども、この左側のですねスパーク、今3台で動作してまして、ちょっと処理の性能足りないなっていった状態になったとします。その場合、このように同じようなサーバーをですね買って、それぞれミドルウェアを入れる必要はありますけれども、このスパークの中に増やしてあげること、台数を増やしてあげることによって、より性能を向上させるといったことが可能です。はい、まあこの 一方ですね、スケールアップと呼ばれる方式だった場合には、この足りなくなったときに1台、新しい、より性能が高いマシンに変えるということも検討するんですけれども、スパークや Hadoop のアーキテクチャとしてはそうではなくてですね、台数を追加するといった方式をとります。こちらはですね、仮に故障なんかが起きた場合であっても、1台を取り外したりとかっていうことができるので、サーバーの交換なんか、 する際においてもまあ、このスケールアウトというアーキテクチャは非常に柔軟に対応がしやすくなっていますぜひこちらも覚えておいてください最後ですねまあ、プロダクトが得意な領域で利用をするといった点ですまあ、今回紹介したようなプロダクトっていうのはえっ、ー、とまあ、RDBMS とかですねまあ、他のシステムの代替ではないということをぜひご注意ください はいろいろと特徴については述べましたけれども、特徴だけをですねあの考えて、じゃあ、さっきのデータ量の話とかもそうなんですけれども、もっと少ないところでも利用しようとか、もっと幅広い用途で頑張って使ってみようってやりますと、逆にまあ性能が出なくなっちゃったりするっていうケースがあります。まあ、ですので、それぞれですねこうプロダクトごとの特徴というのを正しく理解して、そのえ用途、 を限定した上で、この性能を発揮しているという、この設計の観点というのを理解することが非常に重要です。で特にですね、まあえー、システム組んでいる上で、あの後からやっぱりこれやりたいとか、あれやりたいとかっていう話は当然出てくると思うんですけれども、あのそうしたところ、やりたいことが最初から明確になっていないと、まあ、その後からの変更で,です、ね、基盤の設計に影響が出てしまうような場合というのもあります。 ですので、システムを考える中で、こうしたやりたいことを事前に明確にしておくといったところ、非常に重要になってきます。はい。といったところで、大規模並列分散処理使いこなすための勘どころについて何点かご紹介をさせていただきました。まず1つ目ですね、あのデータ量の処理が多いところで利用をするといった点。あくまで 大規模分散処理として、まあ、複数台のサーバーで処理をするのに向いたデータ、データ量に対して処理をするのがポイントです。でまた、性能が足りなくなったときはです、ね、あの1台のサーバーをより良いものに交換するのではなくて、同じようなサーバーをたくさん並べてスケールアップするといったアーキテクチャになっています。 最後にそれぞれプロダクトが得意な領域で利用するといった点でして、えー、まあプロダクトごとの特徴を押さえてですね、あのそれぞれがどういった用途で、どこに性能を特化しているのかということを正しく理解して、まあ、事前に要件も決めておくことによって、プロダクトのメリットっていうのを最大限に活かすことができます。ぜひ、この3点については覚えてください。はいえー、そうしましたら最後になりますけれども、 え少しですね、弊社ではですね、今回紹介した Hadoop や SparkKafka なんかのサポートのサービスといった部分提供をしています。えーとまあ、どういったことかといいますと、お客様からのですねトラブルや仕様の調査であったりとかっていうのに、サポートチームがお答えをして、お客様にはですね安心してシステムをご利用いただくといった、このサポートサービスがあります。 あの興味のある方はです、ね、こういった NTT データの h a d o o p SPARK、k フカ k a サポートとかで見ていただければあの、サイトもありますので、ぜひそちらも参照してください。まあ、メリットとして、発生時の費用の軽減だったりとかです、ね、まあ、そもそも発生起きないように、トラブル発生しないように、情報を提供するなんかっていうことがまあメリットとしてあります。 はい。で、今回は、まあ、Hadoop、Spark、え、Kafka、ー、なんかの概要について一通り触れましたけれども、えー、より詳細なですね、動作とか、えー、興味がある方いらっしゃいましたら、こちら本も出してますので、あのぜひあの見ていただければと思います。はい。で、もう一点ちょっと宣伝ばっかりで恐縮なんですけれども、あの、YouTube のテックチャンネルというものをですね、昨年の秋口ぐらいに解説、えー、しました、えー。現在ですね、 去年の秋に実施していたこのテクノロジーカンファレンスと呼ばれるイベントがありまして、こちらのイベントの内容ですね、あの動画として公開されています。あのいつでも閲覧できますので、もし YouTube で,です、ね、あの興味のある方、ぜひこちらのチャンネルも見ていただければと思います。はい 中に、はまあ、ハイアリングになりますけれども、結構、あの、若手の、えっと、エンジニアもたくさんいますし、OSS に興味がある方とかですね、あの幅広く募集しております。えー、で、中途採用もですね、もし興味がある方いらっしゃいましたら、あの、こういったバーコードとか、えー、URL にアクセスいただいてですね、あの、確認していただければと思っております。はい。えー、それではちょっと早いですけれども、え、以上で終わりとさせていただきます。 ご清聴いただきまして、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。山崎さんの発表ですが、えっ、ー、と、質問の方が、えっ、ー、と、今回来ていませんでした。はい。<laughs> はい。で、えっ、ー、と、何かコメントとか質問等あれば、適時お願いしたいのですが、あと、残り、まあ、4分ほどありますので、まあ、チャットでもいいですし、適当に 書いてもらったらピックアップします。はい。ぜひ、皆さんよろしくお願いします。まあ、あの、本編のスライドの内容についてでもいいですし、はい。あの、最後いろいろ宣伝もさせていただいたので、うん、そちらについてでも可能ですので。ちょっとすいません。僕の方から質問いいですか。うん、はい。えっと、例えば、あの、えっ、ー、と、 一台、あの、まあ、ちょっと僕はオープンスリートマップっていう地理データを扱ってるんですけど、はい。あの、オープンス t ートマップ a p f o u n d ン t i o というところのメンバーをやっていて、明日発表もするんですが、えっと、あの、例えば地図データとかそういうのを分析するのっていうのは、うん、Hadoop とかっていうのにはちょっと、えー、向いているんでしょうか、どうかとかっていうのを聞きたいですね。 あそうですね。えっと、地図のデータであったりとか、まあ、時系列のデータなんかを拡張するのに向けた、えっと、Hadoop 系のプロダクト。まあ、Hadoop 系というとちょっと <laughs> 幅がかなり広いんですけれども、まあ、今回紹介した HBase とかを用いてですね、あの、時系列 DB で、あの、そういった地図データを扱うみたいなものもあったりしますので、えっと、まあ、必ずしもそれ、 向いてないとかですね。まあ、扱えないということはないですね。実際そういったものもあります。はい、ありがとうございます。全部チャットにあります,、ねますね、はい。AOT 基盤の適用事例として、今回紹介いただいた資料などはありますでしょうかというところなんですけれど、えっと、そうですね。今回の事例だったりとかっていうのは、えっと、先ほど紹介しましたあの担当のページとかにもですね、 えとまあ、サポートサービスのページがあるんですけれども、あのこちら参照いただいて、今ってウェブの画面とか共有してもいいんですかねはい、大丈夫です、はい。担当のページとしていくつか事例紹介していますので、あのそちらで事例としても参照いただけますし、あの今回紹介した えとチャットワークさんだったりとか、えー、リクルートライフスタイル様だったりとかっていう事例あの、それぞれですね、カンファレンスで登壇した内容だったりもしますので、あのそういったところから事例については細かくあの参照いただけるかと思います。はい。えー、っと。 ちょっとこちら、ウェブページになりますけれども、まあ、こういったソリューションのページがありまして、このです、ねまあ、事例を見るというところから、あのいろんな事例、いくつか載ってますので、まあ、こういったところからぜひ参照していただければ、より詳しく見れるかと思います。あごめんなさい、停止しちゃいましたね。はい では、他にはなさそうなので、はい、以上で私の話は終わりとさせていただきます。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。